いてですね、ちょっと私埼玉出身なので埼玉の何か食べたいなと思ったんですけど、あったあった、しかもホルモンですよ、ホルモン。私ホルモンアイドルですからね、一応。やったー、私埼玉出身なんですホルモン焼きそばください。はい、ありがとうございます。わーい、私ホルモン好きなんですけど、ホルモン焼きそばって食べたことない気がする。でもホルモン何にでも合うからきっと。ワクワク、ありがとうございます。わーい、あ、やったー、紅生姜大好き。湯気が、湯気がたまらんですよ。ホルモンたっぷり入ってます。ワクワク。では早速いただきます。この紅生姜と一緒にいただきます。熱そうだな。うん、もう一個。うん、柔らかいホルモン、めちゃくちゃ合いますね。そばに合います。おいしい。あ、しかも私味付け濃いのが好きなんですけど、なかなか濃いめです。めっちゃ美味しいです。うん、やっぱホルモン最高。いや、これはビールは欲しくなりますよ。ホルモンと焼きそばって合うんですね。おいしい、止まらない。ホルモン最高です。いや、ホルモン焼きそばも食べてもうお腹いっぱいなんですけど、やっぱね、女子はデザートは別腹ですから、ちょっとデザートなんか食べたいなと思います。お、ベリーちゃんかわいい。はーい、愛知県の豊根村のベリーちゃんがかわいい。はーい、あ、じゃあなんかブルーベリーの、じゃあせっかくだからなんか食べようかな。こちら、どうしよう、迷っちゃう。ブルーベリー酒っていうのもあります。美味しそう。じゃあデザートなのね、ブルーベリーケーキください。ありがとうございます。はい、あ、なんかせっかくなんでお酒も飲んじゃおうかな。ちょっと高めなんですけど、ちょっと奮発して、じゃん、ブルーベリー酒とカップケーキです。ブルーベリーの、なんか私だけすいません、フルコースで。ちょっとじゃあお酒ついじゃおうかな。よいしょ。ブルーベリー酒ってどんな感じなんだろう。あ、お酒なんか結構お酒っぽい匂いしますけども、いただきます。じゃあすいません。うん、なんか赤ワインみたいな感じ。うん、赤ワインみたい。でもワインより全然飲みやすいですね。ブルーベリーの味がします、やっぱり。なんかお酒じゃないみたいで、結構グイグイいけちゃう感じかも。ケーキ、お酒と甘いものってなんかよくわかんないですけどもいただきます。うん、見てください、ブルーベリー入ってる。おいしい。なんかそんなに甘ったるい感じもなくて食べやすいです。なんかこんな用意していただいて、なんか申し訳ない。たくあん大好きなんですよ、私。いただきます。あ、どうぞ。あ、すいません、すいません。
私フルコースいただいてしまいました。もうデザートからお酒まで、まさかのお酒までいただいちゃったんですけども、このようにですね、ガズー村には美味しいものたくさんありますので、ぜひ皆さんも全国のガズー村訪れてみてはいかがでしょうか。これちなみに長崎のみかんです。ちっちゃいんですけど、なんかすごい甘いみたいなので、1個カブちゃんに、はい、お腹いっぱいです。ありがとうございました。